エドウィン・スタントンエドウィン・マクマスターズ・スタントンは、アメリカ合衆国の政治家、法律家。1860年から1861年まで、第25代アメリカ合衆国司法長官を、1862年から1868年まで、第27代アメリカ合衆国陸軍長官を、務めた。1814年12月19日、スタントンは、 オハイオ州スチューベンビルにおいて、4人兄弟の、長子として誕生した。父親はクエーカーを祖先とする医師デイビッド・スタントン、母親はルーシー・レイ・サム・ノーマンであった。スタントンは、ケニオン大学で法律を学んだが、1833年に家族の仕事を支援するため退学した。スタントンは1836年に、オハイオ州で弁護士として認可を受けると、 オハイオ州の小さな町カディスに家を建てて弁護士業を開業した。スタントンはオハイオ州で半奴隷制の民主党員となった。1847年、スタントンはペンシルベニア州ピッツバーグへ移り住み、弁護士業を継続した。1856年、スタントンはワシントン DC へと移った。スタントンは連邦裁判所が関与する、 大きな案件をいくつも手掛けた。1859年、スタントンは殺人容疑をかけられた連邦会員議員ダニエル・シックルズの弁護人を務めた。シックルズは妻の愛人フィリップ・バートン・キーを殺害した容疑で逮捕されたが、スタントンは被告人シックルズの精神異常を理由として無罪を訴えた。結果、シックルズにはアメリカ史上初めて新進喪失が適用され、 無罪方面となった。1860年、スタントンはジェームズ・ブキャナン大統領から司法長官に任命された。スタントンは南部諸州の連邦離脱に強く反対した。スタントンは連邦離脱について甘く考えるブキャナン大統領の姿勢を批判し、連邦離脱を許容することは違法であり、憲法にさえ反すると主張した。スタントンは1860年の 大統領選挙において、共和党、エイブラハム・リンカーン候補の政策に反対であった。だが、大統領選挙で、リンカーンが勝利を収めると、スタントンは、陸軍長官、サイモン・キャメロンの法律顧問となることを要請された。スタントンは、旧国の支援のためそのポストを受諾した。スタントンは、巨大組織である、陸軍省の管理運営に対して、極めて効率的に貢献した。 その一方で省内の幹部からは南部に通じた反逆者ではないかという権威をかけられ、その対応に多大な労力を消費した。1862年8月8日、スタントンは兵役志願の阻害、敵国への利益供与、合衆国に対する配信等に関与する行為、演説、文書作成等を行う者はいかなる人物であろうと逮捕、交流せよという命令を出した。 リンカーン大統領は、スタントンの能力を評価したが、意思統一はうまく図られず、ことあるごとに県調整に迫られた。かつてスタントンが陸軍省電報局長、トマス・エッカートを更迭しようとしたとき、リンカーン大統領はエッカートを擁護して、解任を防ぎ、エッカートの仕事ぶりが良好であることを伝えた。また、人気の低い閣僚を罷免するよう、リンカーン大統領に提言したとき、 リンカーン大統領は別の陸軍長官を見つけてきてくれれば私は喜んでその人を任命しましょうと返答した。スタントンは共和党に加わり徐々にリンカーンに対する自身の見解を好ましい方向へと変えていった。リンカーン大統領が暗殺されるとスタントンは今大統領は時代の真っ只中にいると述べこの世界で最も完璧な統治者が横たわる光景は 今まで見たことがないと悲しんだ。スタントンは、リンカーン大統領暗殺に関与した共謀者らを、逮捕、起訴する様子よう強く求めた。暗殺共謀者に対する訴訟手続きは、通常裁判所によってではなく軍法会議で扱われ、スタントンの監督下に置かれた。スタントンは目撃者ルイス・ j ワイクマンらを買収し、裁判の結果を愛局しようとしたとして、告訴された。スタントンは、 アンドリュー・ジョンソン政権でも継続して、陸軍長官を務めた。だが大統領との関係は良好ではなかった。ジョンソンはスタントンを更迭し、ロレンゾ・トマス将軍を公認に据えようとした。だがスタントンは、陸軍長官室にバリケードを構築し、牢上して対抗した。また、ジョンソン大統領の行動について、在職期限法に違反するとの声が、議会の急進派から上がった。 そしてジョンソン大統領の弾劾手続きが行われたが、1回の投票で弾劾回避が決まった。1868年、スタントンは陸軍長官を辞任し、弁護士業に復帰した。1869年、スタントンはユリシーズ・グラント大統領から連邦最高裁判所の判事に任命された。だが、 上院の承認から4日後の1869年12月24日、スタントンはワシントン DC において死去した。スタントンの就任先生は臨終間際に行われ、在任期間の最短記録を作った。スタントンの遺体はワシントン DC のオークヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。